寺の変本能寺の変本能寺の変小田さんが家臣の明智にしばっか出た話だけど本当の黒幕は四国の長宗我部どうしてどうしてどうしてそいつが黒幕お気に入りの長宗我部に四国の全部をあげたでも急に小田さんの競売発言で切れたどうしてどうして長宗我部は怒ったん豊臣さんにそそのかされて急に四国が惜しくなりものすごいとぼけた顔してやっぱり四国は半分ねそれだけそれだけその一言で怒ったんうんそれだけそれだけその一言で激怒変じゃない変じゃない No 変じゃない変じゃない No 変じゃない変諸説あり。いやーイエーイすげーイエーイ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 しっかりレコーディングしてんじゃんバッチリだったよすごい踊りもキレキレでねあ実は黒幕だったんだ長宗我部が長宗我部が黒幕なんですけどでも他にも説があってでも一番は長宗我部って分かる興奮してるの分かるけどちょっと時間がその尺問題時間があるから後でゆっくり聞くよ